はようございます。ラスカルでございます。本日はですね、うどんでございます。なんかね、今はもう無性にうどんが食べたくて、ネットで調べてたらね、丸山製麺さんってところが鴨汁つけうどんをね、販売しているのを発見いたしまして、今回はね、10食ほど購入させていただきました。今日はね、この10食めっちゃめちゃ楽しみにしてたので、一気に作って食べていこうと思います。まずは湯煎用のね、寸胴茶にお湯を入れていきます。よいしょ、重で、はい、じゃあこっちは麺用に、よし、こちらのね、ちっちゃい寸胴の方にスープ用のお湯を沸かしていきます。よいしょ、はい、そしたらスープの方も湯煎と。またトッピング取れてなかったよ、悲しい。今日のね、トッピングはネギだけなんですけど、まあこっちの白い部分と緑の部分の2種類だけ、こんな感じでトッピングのネギは OK でございます。はい、そしたらお湯はいい感じになってきたので麺を投入していきたいと思うんですけれども、麺はね、こんな感じ、自家製麺なのかな、めっちゃうまそう。生麺の冷凍タイプなんですけれども、茹で時間がね、5分半から6分ってことです。はい、はい、1玉目、ということで5分半スタートと。なかなか今日も多いでございます。見えるかな、これうどんなんですけど、白っぽくなくてね、こうちょっと多分全粒粉が入っている茶色っぽい麺ですね。よいしょ、あ、OK でございますと。麺を締めるよーと。はい、用意した氷水にと。よく麺を締めてね、ぬめりを取っていきます。よし、麺は OK。 じゃあ盛り付けですね。まず、漬け汁の方。うわー、うまそう。うまそう。いやー、めっちゃいい香りする。一旦この、鴨をね、取り出しまして。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし、で、ここにネギを、で、色付けに緑と、いいんじゃないでしょうか。ここにうどんちゃんですね、うどんちゃん、よいしょ、はいはいはい、お、いいんでないこれ。で、鴨を添えてあげて、よいしょ、これてっぺんにネギを、で、最後にバラバラっと。はい、ということで今こんな感じでね、鴨汁つけうどん完成いたしました。向こうの部屋で早速食べていきます。はい、ということで今完成してこちらの部屋に移ってまいりました。めっちゃうまそう。もうね、つけ汁もね、すごい匂いするの。うわ、お腹すいた。もう我慢できないんでね、早速食べていきます。いただきます。ちょっとね、まずはうどんだけで。うん、甘っ、うめえ、うん、うどんのね、香りもそうなんだけど、何よりね、甘さがすごい。ほんのりとね、塩味がついてるんで、よりね、甘さが引き立ってめちゃめちゃ美味しい。よいしょ、ちょっとこれつけよう。よいしょ、よくしょ。
鴨のお出汁がめちゃめちゃ効いてる。いいね、やっぱカモうまいわ。こちらがね、カモ汁に入っているカモ肉でございます。このメニューね、表記ではスープを温めるのが10分なんですけど、今回はね、かなり長めに温めたんですよ。なので、ちょっと鴨からね、油が出てて、パサついてはいるんですけど、その分ね、旨味がスープに移ってて、これはうまい。今回ね、10人前頼んだんですけど、20人前いける。今日ちょっと早めにこちらをこの後ね、また今日も用事があるのでノンアルなんですけど、早速飲んじゃいます。うまい。よいしょ、よいしょ、はい。うまっ。ちょっとね、長めにこの漬け汁に浸して麺がね、温まるとより香りが浸ってまたうまい。最高にうまいね。やっぱりね、普段家で食べるような、もちろん乾麺も美味しいんですけど、こういったね、生麺食べるとやっぱね、一味も二味も違うよね。うまい。改めて再確認するんですけど、僕ね、うどん好きですわ。めっちゃ美味しい。うまい。そろそろ味変に一味ちゃんを投入していきます。おうどんといったらね、この味変は欠かせませんよね。これはもう今日ご機嫌ですわ。一日ハッピー。
うわもうないわ、もうないわ、悲しい。はい、今ねこの面皿の方は全て空になりました。あ、もう終わっちゃう、悲しい。うん、ということで本日のねうどんの方は全て完食でございます。ごちそうさまでした。ということでね本日のこちら鴨汁つけうどんめちゃめちゃ美味しかった。このねつけ汁が美味しいのはもちろんなんですけど、麺の方がね僕は個人的にめちゃめちゃ好みでした。まあ、今回はね締めたタイプだったんですけど、これのねあったかいおうどん食べたいなってもう切に思いました。で、今回いただいたメニューね、丸山製麺っていう製麺所さんと、錦糸町にあるシャーリさんってお店とのコラボのメニューみたいなので、お店にも行きたいなと思いましたし、このね、製麺所のところのメニューもね、また改めて買って、こちらの動画で紹介できたらなと思っております。はい。いや、てか食べたい、普通に。個人的に。製麺所さんについては、オンラインショップもございますので、ぜひね、皆さん気になった方は概要欄に記載のホームページの方も合わせてご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。